チェナヨンはアメリカ合衆国のルプガツアーを主戦場とする大韓民国の女子プロゴルファー。2012年7月全米女子オープンで初のメジャー選手権制覇を果たした。2004年17歳の時に韓国女子プロゴルフ協会のアットキャップスインビテーショナルで後に世界ゴルフ殿堂入りを果たすボクセリを4ストローク差で破り優勝した。 その直後の2004年11月にプロ転校。2004年から2007年にかけて、クルップガツアーで毎年1勝を挙げた。2007年、ルップガとクルップガツアーの共催イベントである、花銀高コ,コロン選手権に出場し、8位でフィニッシュした。2007年の秋にルップガクオリファイングトーナメントに参加したが、2008年シーズンの 完全シード権獲得には2打及ばなかった。すべてのイベントに自動的に参加できる権利は得られなかったが、高い条件付きステータスと一貫した、高成績により、ほぼすべてのトーナメントに出場した。2008年のシーズンは100万ドル以上を獲得して、マネーランキング11位に食い込み、27大会で9回トップ、10フィニッシュを果たした。ループがルーキー・オブ・ザ・ヤーをめぐるレースでは、 勝者のヤニツンに次ぐ2位でフィニッシュした。2009年は10月に、ルプが賞金ランキング上位20名しか出場できない、サムスン世界選手権で優勝。2週間後に、ルプがと、クルプが共催の花銀行コロン選手権で優勝と、計2勝を挙げた。ルプがツアー3勝目は、2010年7月の、ジェイミー・ファー・オーウェンス・スコーニングクラシックで、サドンデスプレイオフの2番ホールで、 他の3人のプレイヤーを下して優勝した。2010年、ルップがツアーの賞金女王となり、年間最小平均スコアを記録したプレイヤーに与えられるベアトロフィーも合わせて獲得した。ルップがツアープレイオフの記録2019年以前は、日程通りの並びではない。エビアン選手権は2013年からメジャー選手権となった。友情トップ10出場せずカットイコール予選落ち。 ドラゴンクエストイコール競技失格 WD イコール、途中危険 T イコール複数の選手で順位を分けた、プロフェッショナル。ありがとうございます。